スクラインの母がアウラと知って驚愕するみんなの反応集。この動画は機動戦士ガンダムシードフリーダムの重大なネタバレが含まれています。ではどうぞ。キラが失敗作と連呼されるのアウラが自分より幽連の研究の方が評価されてたゆえのヒットがあって、オルフェたちにアコードの方が究極で成功なんだって言い聞かせ続けてたのかもしれない。キラたちの世代が生まれた当時のブルーコスモスの最大の標的はキラやし、アウラ 50CV 田村ゆかり47が、ゆかり王国ことファウンデーションの精鋭ゆかり王国民で構成されたブラックナイトスコードで戦う話って気づいてしまったので、後になって笑いが出てきている。2回目見て気になったこと。ラクスの母親何者？シーゲル様ラクスの生まれた理由知ってたん？ストライクフリーダム強奪って誰が？ファウンデーションがやったのか？トーマは誰の子？ムーに若干似てる気がするけど。アウラはクローン？オルフェもラウジ？アウラ、レクイエム発射しろ。アウラが過去の写真では大人なのに現在は子供の姿の謎は明かされないままだったラクスの母親が一気に危険人物の最上位に来たけど、後付けなのか、20年前のシード当時からウラ設定としてそういう部分があったのかも、明かしてほしい。アウラさんまさに田村ゆかりの有効活用とも言えるキャラやったわ。いろんな意味で萌えキャラやったぞい。改めて映画見たら、一瞬だけ、アウラと一緒に写真に写るラクスそっくりな人がいましたね。この人ですね、多分ラクスの母親。アウラといるということはメンデル職員だったんだろうな。まあ、そうなるとラクスを産んですぐ死んだのもわかるか。映画劇中でアウラが自分がラクスを作ったと言ってましたが、厳密にはこれシーゲルと奥さんの受精卵に手を加えてラクスを生み出したが正解なんじゃないかな。シーゲルがラクスをなんとか奪還して、直後あたりでメンデル襲撃があった感じっぽいですね。何にせよシードでの思想を見る限り、ここら辺の事情が原因で意識がガラッと変わったくさいけど。というか、ラクスの出身メンデル確定なら、いろんな意味でキラとカガリと同郷になるのかラクス。今見てたら、トラブルで序盤のアウラとシュラとオルフェのシーンのところのオルフェのシーンのところの序盤のオルフェのドアップで止まってて草わら、アウラ CV 田村ゆかり、完全に傀儡としての王だと思ってたら、普通に50歳のおばあちゃんでマジでロリババアだとは思わないじゃんね。孫を自慢してるおばあちゃんだよあれ。ファウンデーションってアウラもアコードたちのことを普通に子供として愛してそうだし、アコードたちも仲間がやられて動揺してたりでやらかしてることは普通に悪なんだけど、見た後ではだいぶ印象が変わった。アウラ優秀な遺伝子と能力持った人間作ってデスティニープランを導入実行したら世界を手に入れられるじゃん。議長それはそういうプランじゃねえからガチギレクルーゼ。うんこの人の行議長&クルーゼ頑張れえキラヤマト王。今回の敵は大体こんなん。アウラの年齢を聞くと化粧が濃いのは幼いから見た目で威厳を出すためとかじゃなくて追い隠すため感が強くなった。年齢的にアウラの話し方ってあれ威厳を出すためとかじゃなくて素でやってんだろうなって。アウラの過去の写真が写るところでアコードたちが生まれた時くらいで急に今の幼い見た目になってるのホラーだろ。キラが生きてると判明してアウラがブチ切れるところで議長との差が出たなって。アウラがラクスの母親おそらくというのが明かされたけど、もしそうだとしたらシーゲルがラクスにお母さんはお前を産んで死んだって教えてた理由もわかる。多分遺伝子提供者としての協力はしてただろうけど、アウラの思想とかを知った段階でラクスを連れ出して陰キリしたんじゃないかなと思ってる。劇中で語られてた研究員時代のアウラの去就についても、19年前で止まってるし、ラクスを連れ出すのと同時に生死不明になったから、だからラクスにお前の母親はお前を産んで死んだって言ってたんじゃないかな？シーゲルのシード本編での思想である命は生まれるものであり、作り出すものではないっていうのも、アウラの存在というか、こいつが生み出したアコードを知ったのが原因だったんじゃないかな。シードフリーダムでのアコード組のあれこれを見てると、そらこれはダメだってなる。ただ、例
分それを周りには言ってなかったから、パトリックとの仲違いを起こしてたっていうのはありそう。てか、あと下手するとこれ、ラクスとシーデルって血が繋がってない可能性もありえる？アウラ女王がミレニアムのアタックかけられる時の逃げ方、カズイ思い出した。アウラは戦場天下の夏目も読みたく、大人形態になるものとばかり思ってたんだけどな。朝一で見てきました。ユカリンがアウラを演じたのは個人的には納得でした。映画の内容は、なくてもよくない？と思うところはありましたが、制作側がやりたいことやりきったのかなと感じました。フラットな気持ちで見れば、楽しめる作品でした。映画見てきました。何を言ってもネタバレになっちゃうけど、アウラ役の田村ゆかりさんってコーディネーターなの？ってくらいの現役ボイスが素敵。妙な思春期な思い出が蘇ってきた。シード世代の方はサブスク解禁まで待つなんて言ってないで見に行った方がいいです。クルーゼ、アズラエル、パトリック、デュランダル、シードのラスボス系はキャラ立ってたし、なんというか見応えがある敵役だったけど、今回のファンデーション組は後半に行くに従って小物感半端なかった感。特にアウラとかもう少し深掘りしてもよかったのではかん。ファウンデーションをゆかり王国っていうの面白すぎんだろ。ミレニアムを落とせれば確かに勝ちアキラみたいなもんだったが、あの船の総立て直前でノイマンに変わってたせいで避けられて結果最悪な事態になったのくさ。そもそもミレニアム落とせば邪魔な奴らの主戦力削れるから、あの指示は別に問題なかったと思うんだ。問題はレクイエムを避けれる超技術の総出しがいたことですね。なんなのあいつ？ババア区長、片手にセンス、小物っぽい言動ってのが最高に悪役してて好き。終盤になるにつれて着ぐるいみたいに吠え散らかして笑ったわご。ミレニアムが突貫してくる時にヒーヒー言ってたのも情けなくて一周回って好きだわこのロリババア。またオーブ焼けるのかとか思ってたらレクイエムの照準ミレニアムに向けてて煽り体勢で、なんだこいつ、頭しい決めすぎだろ、ってなった。キラ、ラクス、アスラのアウラ自害しろ。アウラシードの型作品が違うじゃない。スーパーコーディネーターを作り出した幽連に嫉妬があった説を見て、確かにそれならキラの煽りにピキーンするのもわからなくはないと思った。アコードの方が優れていると証明したかった。だからキラを何としても始末したかったんだろう。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。